あなたの質問が採用されない理由。ミミさん45歳、毎回質問が呼ばれなくて悩んでいます。どうしたらよいでしょうか。まずよく言ってるんだけど、検索してくださいってことですね。カバチャンネルの過去動画を検索してくださいと。過去動画はパソコン型であるとトップ画面の虫眼鏡のマークから検索するとチャンネル内検索になります。スマホで検索する場合は最初にカバサワって入れてスペース、その後に必要なことをね、キーワードを入れると検索できます。例えば発達障害と診断されました、不安ですということであると、カバサは発達障害不安って入れていただけると10本ぐらい出てきます。発達障害と診断されて不安になった時の対処法だけで5本から10本ぐらい、確かにこの間見たら10本ぐらい上がってるんですね。なので過去に似たような質問がそういうふうに5本も10本も上がってるようなものというのは、おそらく採用される可能性はないですね、多分。なのでまず検索してほしいなということがあります。あともう一つがいろんなあるんだけど、こうこうこういう薬がこうこう出て、こうしてこうしてこう治療しているんですけど、どうしたらいいですかっていう質問も必ず毎回毎日10問も20問来るけど、それを主治医と相談してくださいっていうのが私の回答なんですね。薬の効果っていうのは実際に会ってみない限り判断できないんですよ。ご本人は聞いてないっていうけど、聞いてることって多いんですよね、実はね。なので私は余計なことを言いません、それに関しては。それ言ったせいであなたと主治医との関係性がおかしくなる可能性もあるので、こうこうこういう治療してこうこうこうで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 っていう、この超具体的に書けば書くほど多分採用率は 0% に近づいていくと思いますね。一般化して書いてくれたらいいと思うんですけどね、もうちょっと。もしそういう人の場合は、こういう薬が最近処方されてますけどこういう効果はあるのでしょうかとかね、そういうふうに書いていただければいいんですけども、あなたが今主治医との関係との中において薬物調整とかをしていることにおいて、それはよくありませんよっていうふうにもし私が言っちゃったとしたら、あなたは主治医に対する信頼感を大きく損なうし、主治医もせっかくうまくいってる治療が私のこの動画によって妨害されてしまって、誰も幸せにならないわけですよ。それについて私はご本人を見てないわけだから、正しいことは言えないですよね。一般論しか言えないので何のいいこともないですね。なので自分の病状を詳しく書くのはまず 100% 採用されないというふうに思っていただけたらいいと思いますね。一般化して書いてください。もうちょっとありそうな話として書いていただきたいと思います。あと私が質問を採用するかしないかの基準なんですけども、みんなそういうことで悩んでるよねっていうものから優先してお答えしているということですね。それってあなただけの悩みですよねっていうことは主治医に相談するべきのことであって、治療中の方はね、ここで取り上げるべきでは私はないのではないかなというふうに思いますけども、というふうに私は考えてますので、そういう形で質問を採用しています。だから皆さんが悩んでることって、おそらく今この1000人聞いてたとしたら10人20人場合によっては100人、あるいは半分ぐらいの人はそれって確かにあるよねっていうふうに思う質問ってあると思うんですよ。皆さんも聞いてて、それ、うん、私も思ってたって多いと思うんですけど、それが採用されやすい質問ですね。だから皆さんもそういうさっきの治療に関しても、もうちょっとこう一般化して、なんていうの、薬が急に変えられて全然効果が出ないんですみたいなね、ちょっとこう翻訳して書くと採用されるというふうに思います。あと必ず主治医にもっと相談してほしいと思うんですよね。もしくは主治医はこう言ってますっていうふうに書いていただけると、その主治医は正しいですとかいうことは言うことができるので、そういうふうに主治医はこういうふうに言っていますけどそれはどうでしょうかっていうふうに書いていただけるとね、採用しやすいですよね。それは交代しやすいです。まず主治医と相談してないなら、まず主治医と相談しないと何も始まらないんですね。っていうことで皆さんの質問が採用されない理由、理解いただけたかなというふうに思いますね。採用されるかされないかじゃなくて、皆様方はその悩みを解決してより良い状態になることが目的だと思うので、採用されないのであれば必ずカバチャンネルの過去動画を検索しないとおかしいと思うんですよね、逆に言うとね。なので必ず採用されなかった方は似たような質問がないか検索してみてください。必ずあります。何質問はよっぽど変な質問か、メンタルと関係のない質問ですね。ほぼほぼメンタル系の質問は網羅してきてるんじゃないかなと思いますし、もしその質問なかったとしても、他の動画、似たような動画10本ぐらい見るとですね、こういう風にすればいいんだって見えるので、対処法って大体決まってますから、例えば発達障害でなんちゃらかんちゃらって言っても、他の発達障害の動画10本ぐらい見るとですね、あ、そういうことなんだって多分わかると思うので、そういう風にして自分で答えを見つけてほしいなと思います。カバチャンネル3313本の全動画リストをプレゼント。ダウンロードはコメント欄のリンクから。